MT-25 は、ヤマハ発動機が、インドネシアの現地法人である PT、ヤマハインドネシアモーターマニュファクチャリングで、製造販売しているオートバイである。本校では、排気量 320cc の同型車である、MT-03 についても記述する。ヤマハ発動機の MT シリーズ 250cc クラスとして講述する、MT-03 と共に開発された。 大都会のチーターをコンセプトに開発し、MT-09、MT-07 など、MT シリーズ共通のシャープで、躍動感ある独創的なスタイリング。IZF R3、R25 をプラットフォームに、MT-03 は 320cc、MT-25 は 250cc のエンジンを搭載。インドネシア市場向けに先行発売された後、 日本国内仕様として MT-25 が2015年10月10日に発売された。エンジンは直列2気筒180度クランクで同社のイズフ、R25、R3 などに採用されている構造であるが、トルクの感覚を重視したクロスプレーンコンセプトに基づき完全に刷新されている。水冷、直列2気筒、DOHC4 バルブファイで、 コンパクトな燃焼室内で混合技の縦渦を積極的に生成させ、素早い燃焼促進による優れた出力、トルク特性を引き出している。高精度で作動する、下押し式の吸排ーバルブ、強度に優れた芯炭コンロット、低振動に貢献するアルミ製炭造ピストンなどを投入。排気系には2から1のエキゾーストパイプとショートマフラーを採用。 車体中央下部に寄せてコンパクトに配置することで重量マスの集中を図っている。2017年12月にニューカラーとしてディープパープリッシュブルーメタリック C、マットグレーメタリック3、マットブラック2の3色展開として発売。MT-03 はヤマハ発動機の MT シリーズ 320CC クラスとして前述する MT-25 ともに開発された。 2006年から2013年にかけて、ヤマハモーターイタリアが製造していた、ヤマハ MT-03 とは同名であるが、全く別のオートバイである。インドネシア市場向けに先行発売された後、日本国内仕様として、MT-03 が2015年10月10日に発売された。AB 軽量コンパクトな車体で人気の、MT シリーズの新製品、MT-03。 MT-25 新発売広報発表資料、ヤマハ発動機株式会社企業情報。ありがとうございます。